右が岡山、左が大分です。群雄割拠の J2 リーグは佳境を迎えています。 J1 昇格を目指す両チームです。まあ、チーム全体として一丸になるタイミングでしょうね。大分が強さを見せるか、岡山が雪辱を果たすか、今キックオフです。左にエンドを取ったのが赤のユニフォーム岡山。高橋仕掛けるか、中にチアゴアウベス、ボックスライトシュート、わずかにクロスバーの上でした。岡山はペナルティーボックスに侵入できてきていますからね。さあそんな中でまたチャンスを作るか、タメイからシュート、ただここはオフサイドフラッグが上がっていました。出た時のパスがオフサイドという判断されましたけれどもね、今のスローのタイミングで見ると。さあそんな中で岡山鈴木が運んで、上がっている高橋、オフサイドフラッグは上がっていない。さあファーサイド、かわしたシュート、ここは西川ナイスキーパー。坂本伊佐の決定機だったんですが、西川うまかったですね。シュートフェイクからこのねクロスの質も良かったと思いますし、ここで切り返してというところでしたけど、西川、柳、鈴木、吉武も上がってきています。さあここはファーサイド、柳が落としてこぼれ球シュート、ゴールを決めたのは鈴木です。こぼれ球にしっかり対応していきました。先制したのは岡山に向けて、大きな大きな1点です。この逆サイドで折り返したところ、そして抜けてきたところも丁寧な胸トラップから素早い振り抜きでしたからね。ここは抜けてくると思ってなかったでしょうけども、それを最後まで狙っていたところは鈴木冷静な判断でしたし、素晴らしいシュートを打ち込んだと思います。ナイスゴールですね。3月25日第6節千葉戦でのゴール以来、25試合ぶりのゴールです。サムエルからマイナスのパス、野村から高田、柔らかいクロス、これはまだ続いている、また柔らかいクロス、走り込んできたシュート、こぼれ球にも反応しましたが、右からのクロスを戻して左に供給、堀田もこれよく対応しましたけども、連続攻撃で、しかも相手の足が止まったところ、試合の締め方もポイントという中で、ここで長いホイッスル、ファジアーノ岡山、上位大分を下しました。